こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、犯行までの過程、の回答編です。それでは、始めさせていただきます。問題は、代わりの凶器は何か、でしたが、回答は、紙、です。解説に行きましょう。僕は、彼女とそっくりな腰まである長い髪を、首に巻きつけ絞殺した。最初は抵抗していたが、すぐに静かになった。隠れ家で顔を確かめてみたら、僕は思わず息を呑んだ。高田さんではないか。その時僕は、高田さんと赤い糸の運命で、繋がっていると確信した。いかがだったでしょうか？この動画では、皆様からのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも、募集中です。メールやツイッターなど、概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。お相手は、ゆっくりでした。おやすみなさい。